チワン語は、中国南部の厚生チワン族自治区を中心に、周辺の雲南省、貴州省、広東省、ベトナム北部などに住むチワン族の言語。約1800万人の和者がいる。語彙や、音韻の面で大語と深い関連を持ち、同型言語と考えられる。主に北部方言と南部方言に分かれ、その際は、比較的大きい。北部方言の場合、標準的とされる。 厚生地範俗自治区南詞、タ竹ナルクの発音では、6つの成長を持つ、成長言語である。母音には、長短の対立が見られる。優勢破裂音の B と D に軽い吸着が見られ、ミリバール、ND と表記される。N に対する NY のように、公害化した、死因群がある。語法の面では、語形変化や性はなく、豊富な類別詞を持つ。基本的に就職語は、 非就職語の後に置かれる。関東語を含む中国語からの借用語が多い。地案語の書籍聖書法として、もともと大衆が使える文字はなかったが、採取者は、経典や採取方法などを記録するために、古掃除を考案して使用していた。古掃除は、漢字をそのまま借用して、当て字や訓読みに使ったり、漢字の構成法を利用して作り出した。 漢字風の文字で1300年以上前から使われていたことが知られており、自主も1万種以上が確認されている。1957年にはラテン文字を基本にし、成長等の表記に切りる文字などを取り入れた表記法が定められたが、印刷の不便などから1982年にはラテン文字だけの表記が新たに定められた。しかし、方言の表記がしづらく、 中国語を理解する人が多いため、普及の度合いは低い。厚生治安族自治区内の多くの役所や駅の看板は漢字とラテン文字化による治安語の併記がなされており、中国の人民元紙幣にも治安語が併記されている。ありがとうございます。